未来へはおよそ24,000平方メートルの広大な敷地の中に、子どもプラザ、男女共同参画センター、図書館、コミュニティセンターの4つの機能を併せ持ち、屋外にはさまざまな遊具や防災設備などを備えています。県内初の読書通帳システム、無料のインターネット利用、DVD 視聴ブースなどを備える知の拠点、図書館。子どもたちが心身ともに健やかに成長するお手伝いをする子どもプラザ。自分らしく生き生きと活躍できる社会づくりを目指す男女共同参画センター。地元のコミュニティ活動を支えるコミュニティセンタークローバープラザ。4つの機能が組み合わさって、子どもから大人まで誰もが楽しみながらゆっくりと過ごすことができます。人集い、人つながり、人育む、交流の場、未来へ。新しい出会いや嬉しい発見がここから生まれます。未来へのある街、西脇。